まあ小学校4年生の時に部活に入らないといけないってことでまあいつもいるメンバー45人ぐらいで何の部活するっていう話をしてみんな野球するって言ったんで僕もじゃあ俺も野球するってことで野球始めました。いや全くなかったですね どちら側といったらも野球も見るっていうよりも遊びでも野球みんなでやるとかそういう野球をする方が好きでしたね公園とかでよく柔らかいボールと柔らかいバットでやってましたねピッチングはしましたねお父さんとでお父さん全然野球やったことないですけどめちゃくちゃ教えてきてそれに小学生ながら「いやこうでしょ」みたいな。 言い合い合してた記憶がありますねお父さんはいいや本当素人みたいなことしか言ってないですねここに投げろみたいなあとバランスが悪いぞみたいないやそこ狙ってるとか <laughs> あとはなんかこう前小学生なりにこう、まあ、監督とかコーチから教わったことがあったんで「いやこれこうだから」みたいなっていうふうな言い合いしてましたね昔はい。 ん素人なんで <laughs> 野球のことに関してはもう大きくなるにつれてもう何も言,う言わなくなくってきましたねりんごの時期忙しい時期が秋9月10月11月ぐらいが、ね、めちゃくちゃ忙しいんでその忙しい時にはそうですね部活ない日に手伝いに行ったりっていうのはたまーにしました。はい、中学 こうはシニア入ってたんですけどシニアの時も全くプロとかじゃなしにただ野球楽しいみたいなあとはシニアの時からちょっと練習がきつくなってきたなみたいな練習嫌だなみたいな気持ちは多少ありましたね出てきましたそうっすね正直 <laughs>。周りがこう結構 うまいとかっていうのを言ってたんで俺うまいかなみたいなのを思ってた感じですね意識したのは本当大学の三年とかぐらいですね大学時代はまあ入って一軍メンバーには選ばれてましたけどそんなレギュラーとかじゃなくて守備要員というかそんな感じで まず青森県自体がプロ野球っていうプロ野球選手というのが少なかったんでその周りにいなかったんですよね、まあ、こういう人がプロ行くんだなとか話題が書いて1、まあ、つ上の先輩がプロに入ってそっからですね、まあ、プロの世界目指すのもいいなっていう感じで。 行きたいなって思い始めた時でも、ね、大学まで行かせてもらってそこで野球やってでまあある程度野球で食べていきたいなっていう気持ちは僕自身もありましたし多分家族みんなも感じてたと思うんでそこまでこうかしこまって挨拶があるとか話があるっていうふうな感じで話はしたことは ないんですけど、うん、う言う前からもう応援してててくれてたって感じですねいやー特にですね何か変えたっていうのはあんまりないですかね4年生になってからはキャプテンやってくれっていうことでキャプテンやったんでそこも結構自然と変わったというか気持ちの持ちようというか。 どっちかというと僕はキャプテンだから引っ張っていかないとなみたいな感じには慣れたと思いますね。はい、どちらかというと喋るの苦手なんで、まあ、その中で引っ張っていくためにはって考えたらやっぱプレーでやっていくのが僕に合ってるかなとかいやー思ってないですね。ややっぱななんかかこう晴れやかなこうすごい誰,誰もが 焼けてたら憧れるようなな場所じゃないですほ本当どんだけ練習してるかだとかどんだけこうシビアなこう戦いをしてるかとかが全く分かんなかったんで入ってみてすごい世界だなっていうのは感じましたねそこで。で社会人は一応決まっていたんでかかってほしいなっていうぐらいで待ってましたね。 いやドキドキはめちゃくちゃしましたねで,でかかると思ってなかったん、ね、で正直「びっくり」が一番ですかね「ええみたいな感じですね「かかっちゃった」みたいなそ実感があんまわからな,なかったですねはいどうしようどうしようみたいなあのー、新人合同自主トレっていうのがありましてそこが一番初めっすかね いやーあんま覚えてないんですよねそれが多分夢中夢中というか必死すぎて多分1年目の春はその自主トレ新人合同自主トレで膝かどっか痛めて二軍スタートで二軍の手伝いとかしてたと思います最初春ずっと緊張あとはどうし何すればいいんだろうみたいな流れに 身を委ねるというかついていくだけみたいな練習の流れは決まってるのがそのまず紙でこう,もう決まってるんですよね何時アップ次守備バッティングとかあそうやって決まってるんだみたいなあじゃあこの流れに沿って動くんかみたいな感じですねあとその,その当時はもう夜練がありましたねみ,みんなというか若手は。 めちゃくちゃゃくくびっくりしたのもう練習量っすねこんな練習するんだ毎日めっちゃきついじゃんっていう,う僕はと,とにかく試合に出たかったんでもうどこでも出れるところがあればもう出,出たいですっていう感じに思ってましたねやっぱ最初の方はもう試合出れないことの方が多かったんでやっぱベンチで見てるとやっぱりこうムズムズするというか 野球ししたたいいなっっって思っててううそや思ましたねとにかくどこでもいいから試合に出たいというそこはありましたやっぱファーム時代でいろいろ練習もめちゃくちゃきつくてそこで体も強くなったしあとは自分のライオンズっていうチームの中での立ち位置というか役割はこうなんだろうなっていうのを教えてもらいましたね。 やっぱそこはいろんなタイプが野球やってたらいると思うんでその部分で僕がその野球プロ野球の中で生き,生きていくにはこうしないといけないなっていうのを感じさせてもらったところはあります不安の中で戦ってる部分は最初はやっぱすごいありますね。今日日打てななななかかっったら明日試合出れないくなっちゃううんだろうなとか でもそういうのはあった中でやっていくしかないかなっていうのは思いますね。やったことないですけど、まあ、試合出れるチャンスがあるんであれば、全然外野もやりますっていう感じで、結構意欲的にやってたと思いますね。こだわりはあんまないですね。適当なんで。外、は、野、い、練習しといてって言われてから、 ちょっと考えるようになりましたかね。ガイア人は変えてんのかみたいな感覚はもう全く違ったっすね。やっぱこう飛んでくるき。着方がやっぱ内野フライっての、ね、はやっぱ真上に上がって真下に落ちてくると思うんですけど。ガイアまで来る？フライはどっちかって言ったら、こういう低い円描いてくるんでびっくりしましたね。やってみてガイアやってみて。赤いやってこんな難しいんだみたいな。 その,さっきのことはなんか考えれなかったですねと,とにかく一生懸命練習して試合に出た時も必死にやってたって感じですかね。かまあその中で当時はセンター秋山さんだったんで秋山さんがちょこちょこアドバイスくれたり、まあ、コーチがアドバイスくれたりっていうので試合出てく中で感覚 が分かかっっててきたって感じですかね浅村さんが抜ける年もうその守備固めとかでセカンドには何回か入ってたんでまあ浅村さんが抜けてしまったんで僕がやりたいなっていう気持ちは勝手に思いながら練習してた感じですね気は使わないですね気使わないし。野球の方が似てるというか こう来たらこうだよねとかこのバッターだったらこうだよねっていうのがなんとなくこう合ってるんでリプレイ検証の間とかでも野球の話もするし次のバッターの話もするし二遊間っでやっぱバッどっちがベースに入るとかっていうのを一気一気変えてる変えたりもするんで時間ない中でパッとこう考えを合わせないといけないんで。 そこはすすすごいいややりやすいですね存在感は半端ないですねまあオーラというか雰囲気というかそういうのはなんかこう部分ですね自分が「なるほど」と思うような分かりやすい説明していただけるんで聞くことがあったりこうどうなんだろうって思うことがあったら栗山さんに聞きますね。 浅村さんはライオンズにいる頃からをあまり聞かなかったですね聞いてもなんかこう感覚的な何て言うんですかね理論系ではなくてこういう感じみたいな感じで説明してくれるんで難しいですね打ちに行く方向性とかっていうのはあ,あこういう感じかっていうのはなんとなく自分で分かった気にはなってますけど。 いやなんかか使うのが怖かったっすねだからといって貯金をするわけでもなくそこまで狂る金銭感覚狂ってるなっていう感じはないですかね自分で見てナチュラルにプライベートとかこう何気ないコンビニとかでは結構物買っちゃったりはしてますねプチ贅沢みたいな。 あの金額気にせず買っちゃいますねいや僕も欲しいですけど怖いですね買うのは <laughs> お金が減るのまですかねか <laughs>、まあ、といってかといって貯まってもないですけどなんかお金が手元から離れてくのが怖いっていう気持ちはありますビビりビビりな性格あるんでちょっとこう 何でも安全に安全にみたいなでも野球はそんなことないですけどねあでも野球もあるか野球に関して言えばやっぱ年重ねるごとにこう安全に安全にっていう気持ちは増えてきてる部分ありますねああいややっぱり動ける限り野球は続けてプロ野球で野球は続けたいなっていう 中村さんも栗山さんもいますし40代になってもこの世界でや,やってる姿見て僕もやっぱそうなりたいなっていう気持ちはあるんでできる限り長く野球をやりたいですねいやーもうかん考えれないですけどねだあ青森に帰りたい っていう気持ちはそこまではないですよねやりたいことですかいいなって思ってるのは今松坂さんだったり福留さんがゴルフのなんか YouTube とかなんか大会に出られたりしてるんでいいなって思ってます目指すとかはないですけど、まあ、なんかこう上手い具合にこう巡り合わせとか があれば行っててみたいいなっていう気持ちはありますこの殿崎修太がいるのはライオンズに入ったからまあいろんな巡り合わせとかもあって辻さんと出会って若いギャーで出,れるようにな出るようになってそっから浅村さんが楽天に行って僕がセカンドで出るようになって。 っていうそういういろんな巡り合わせがあったのでライオンズに入ったからこそこういう流れになったのかなっていうのはありますね。そうっすね最初アンバサダーっていう話聞いた時はちょっと不安しかなかったですけど、まあ、やってすごいいろんな人と接す,る接することができる。 機会もたくさんできましたし、こうやって裏側の。えー、皆さんの頑張りだったりとか。そういうのも、うん。感じることができたんで。よかったです。アンバサダーに慣れて。はい。もし来年も。って、はい、お願いしたら。来年。そこはちょっと、まあ、一旦保留で。<laughs> いやいや、冗談で。 もちろん、はい、これぐらいの仕事をその量でよければ、はい頑張りますテレアンバサダーとして、えー、今年1年活動させていただきました、えー、たくさん、えー、楽しんでいただけたでしょうか もっと深いところまで、えー、また見せていけるよう頑張っていきます、えー、感謝の気持ちとして特別にバットとバッティンググローブ、えー、そしてラオウ杉本先輩も愛用している僕の実家の殿崎リンゴ園タオルを持ってきました僕のサインを入れて有料会員の方から抽選でプレゼントしようと思います 詳細は概要欄をご覧くださいこれからもパーソルパ・リーグ TV そしてパ・リーグをよろしくお願いします。